マンダのディスカバー東九州。続いては宮崎県のお隣、大分県。日本一の温泉県として有名なほか、雄大な自然やグルメ、歴史など魅力あふれるところ。さあ、今回は北東部にある杵築市。皆さん、大雪が降ってますが、私大分の杵築市にやってまいりました。いやいやいや、このロケ日に今年一番の大寒波が訪れたということで、見てください、これ銀世界が広がってますよ。すごくないですか。でもね、これはこれね、風情があってすごい。しかもね、ここちょっとね、ちょっと城下町っぽいんですよ。なんでもうこの雪とこの城下町っぽい雰囲気がもう最高ですよ。あ、ちょっとあちらに若干投資しそうになっている方がいらっしゃいますけど、こんにちは。こんにちは。今日案内をしていただけるということで、杵築市観光協会の首藤と申します。はい、はい、よろしくお願いします。いや、てかめちゃくちゃ雪降ってるんですけど、うん、ここってそんなしょっちゅう雪降るんですか？いや、珍しいです。でしょ？はい、すごく珍しい。いや、このタイミングでしかも若干吹雪いてる。てかちょっと気になったんですけど、格好がちょっと。はい、ここ杵築はですね、はい、城下町でして、はいはいはい、和服がとても似合う町なんですよ。なるほどなるほど。はい、モントさんもよかったら。いや大丈夫です、ダウン着てえ、和服着れるんですか？はい、いやいや、レンタルで。いや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 、そう、まあ確かにこのダウン着たままやりたいんですけど、まあでもせっかくなんでね。せっかくなんで。そう、城下町杵築は全国で初めて着物が似合う歴史的町並みの認定を受けた町。散策するなら和服がおすすめです。市内には専門のレンタルショップがあり、手ぶらでも OK。 いろいろ選べる上、なんと着付けまでしてくれるんです。だいぶね、こう着付けが仕上がってまいりましたが、なんかこうね、本格的、なんかもっと簡単なのかなと思ってたら、もう本当にね、きちっとしたね、正式なこういう和服というか着物というか、はい、できました、着付け完了でございます。で、このね、ピシッとこのね、着物を着て、ちょっとこの城下町を散策してみたいと思います。出発進行。いや、でもね、やっぱりね、こう着物を着るとね、全然変わりますね。なんかね、風景も変わった気がする。いやー、いいなー、ここ。あら、お、なんかこれまた雰囲気のある、これ何ですか？ここは飴屋の坂と言います。飴屋の坂、はい、のこの階段、なんかこうあれですか、一切というか歴史があるんですか？その、はい、ここくの字にこうなってるんですね。かきくけこの区や、はい、唯一こうくの字になってるのはここの坂になりまして。面白い。これ元からずっと昔からもこういう形なんですか？そうですね、そういう風に聞いてるんですけど。あ、そうですよね、300年も生きてないあらららあら、ちょ待って、これまた右側見て、ガラッと雰囲気変わります。ここなんすか？こちらはここが塩屋の坂と言いまして。塩屋の坂、はい、さっき飴屋の坂、飴屋さんの坂で、こっち塩屋さんの坂。そうなんです。あ、本当に？はい、本当に。今結構アバウトに行ったんですけどはい、塩屋の坂の向かいにはもう一つ須屋の坂があり、杵築を代表する風景を眺めることができます。すごいっちゃけど、ここが塩屋の坂で、はいはい、正面にあるのが須屋の坂になります。あ、坂から坂が見れるという、はい、見て、めっちゃ綺麗よ。え、じゃあ今からあちらの方に、はい、いや、これね、絶景、ほんといいわ。そして須屋の坂を登るとさらなる絶景が待っていました。よいしょ。で、ここ上がってまた振り返ってみると、またちょっと景色が違うと。本当だ、全然違う。はい。あ、こっちの方がね、高いわ。向こうの坂よりこっちの方が高いから、うん、こっちの方が全体が見れる。へえ。綺麗やな、この町は。素晴らしい町ですね。ありがとうございます。いやいやいや。なんか一箇所一箇所で街の表情が全然変わるんですよ。面白い、こう見どころたくさんですね。はい、ありがとうございます。いやいや、これね、まだまだ見どころあるみたいなんで、引き続き探索してみたいと思います。はい、はい、次にやってきたのが、杵築藩の家老を務めた大原家のお屋敷。築250年、当時の暮らしや風情漂う貴重な建築遺産です。
あらまたこれお庭も綺麗や。お庭はね、紛れもなく200年以上の時を刻んだね、江戸期のお庭でございますね。これ立派なお庭ですよ、ここも。あ、鯉とかもおるし。あの鯉だけは平成の鯉でございます。まだ15年生でございますね。面白い。さすがに江戸から生きてたら化け物ですよ、ちょっと。仏間には当時の武士の工夫がありました。何ですかこれ、へこんでますよ。こちらにあります弓、弓を構える時にちょっと高く当たるんです。あー、分かった。天井が低いから。こちらでございます。なるほど、こういうことか、うん、これでここだとぶつかっちゃう。そうです、そのために上げてあるんですね。あー、じゃあなるほど。こう構えてね、的を向こうに置いて練習した。こうだけやったら、ほらほら、ね、こうやってね、ほらこうやって高くまで上げれるから、これで弓を引けると。お城が向こうですから、はい、練習というのも殿に向かっては向けられないんですね。ということでこちら、ね、ブレーに当たるということで、はい、はい、寝る時も足を向けないと言われますね。ちょっとディレクターどこ行きますか、ね、ちょっとディレクターの方がこれ弓に近いですけど、それはご納得だったらよろしいと思いますけどね。本当、どうぞ眺めてください。あら、ね、意外とこれ狭くない、ちっちゃいですね。特徴がですね、はいはい、湯船がございません、ね、ない湯船がない。これどうやってお風呂、戦国時代湯船にのうのうと使ってますと、敵が攻めてきた時に命を取られるということがありましてね、そのようなことでね、常に敵が来てもいいようにふんどしをはめたまま、たらいに水を入れまして手ぬぐいを絞って体を拭くというのが基本だったと言われます。洗わないんですか。はい、火が貴重品だったらしいですね、はいはいはい、ということで水を基本使ったと言われますね。これちょっと待って、はい、これ冬とか大変じゃないですか、そしたら、ね、昔の人大変や、よかった現代人で。そしてこちらが城下町木月のシンボル、木月城。中は甲冑や刀剣類を展示しているんですが、貴重な体験もできます。それがこれ、なんでこんな貴重なものが外に出てるんですか。これ本物なんですけど、はい、切れます。切れるんですか、はい、なんと本物の鎧や兜を装着可能。あ、重いわ。皆さんこんなのをつけて戦われてたんですね。これをここに顎のところにつけるんですけど、このゴムがちょうど頭のてっぺんにくるように。あ、頭のてっぺんにこのゴムがくる、はい、はい、そうです。もうちょっと上に向いてるんですね、こういう、そういう感じ。もう自分でもどうなってるか放送見ないと分かんないですけど。で、このカブト、うちのカメラマンがすごい笑ってるんですけど。重い。今何何、俺どうなってるこれ。鏡ここにあります。いや、これちょっと、あ、旗、はい、旗鏡がここにあります。なんか浜口まさるみたいになってるんですけど、これで取ったぞっつって、これで皆さん戦われてたということで。武士の気分を味わった後は天守閣へ。うわー、すごい、一望できます。見てください、ここ一望できるよ。あ、これぐるって回れるっちゃ。そうです、360度回れます。なんでちょっとせっかくなんでちょっと回ってみましょう。おほほほほ、これまた絶景や。これこの川、これは八坂川です。八坂川、はい、いや最高や。ちょっとね、天下を取った気分になりました。いや、気持ちいいわ。当時のお殿様もきっとこうして街並みを眺めていたんでしょうね。